立っていたのは大阪維新の身を切る改革なんですね。うんうん、大阪今大変な状況になってますね。いや、大阪はね、今の厚労省の失敗の先頭を立ってますね。なるほど。で、まず医療崩壊繰り返して、まあ、自宅療養者5万、入院待機者が9万ですから、が病床の使用率が 9割超でしょ。で、重症化病棟も言ってありますけど、まあ、オミクロンなんですごい形で来ていると。オミクロンは、重症化が速度が速いので、で、100万、人口100万人あたりの、その重症化数っていう、重症者数っていうのが、ダントツでワーストワン。そうですね。で、これ見ると、本当に、すごいですね、これね。そうそう。2位の京都の2倍ですよ。81.2 で、全国平均ってのが11です。そうですね。11人に対して81だから8倍ですよ。なんで大阪がこんなひどいことになってるんですかね。これはもう保健所の問題と医療の、病床の削減政策のこの身を切る改革の結果、見える結果がこれですよね。もう一つ、まあちょっと言わなきゃいけないのは、重症化だけじゃなくて、死者数もワーストワン。そうですね。で、382人。で、これは全国。382人。すごいですね。これ、100万人あたりですからね。全国平均が162人ですから、2倍、2.5 倍ぐらいですかね。うんうん、だからこれはちょっとね、ちょっと深刻、深刻なくらい大阪は崩壊してるんですよ。だからこの原因は何かをね、しっかり見るってことが、身を切る改革などというね、デタラメな政策をみんな絶対にこれ支持しちゃいけないってことを、はっきり、みんな、しないと命を失うことになるってことです。身を切るって自分を切ったんじゃなくて、保健所を切っちゃったわけですね。保健所も切っちゃうし、うん、大阪府民を切っていったわけですね。今日の、表題じゃないですけども、まあ、始まる前に負けてったっていうのは、まさにこういうことなんですね。だから、保健所を臨時対応としてね、保健所を中心の体制をやろうとしたら、保健所が検査ができない、濃厚接触者も追跡できない。だからそれを、隔離先をこう割り振ることもできないってことで、自宅療養がどんどん増えてダメになっちゃった。で、その次は、挙句の果てに集計もできなくなったのは、大阪市の環境科学研究所っていう検査と研究をする機関と、大阪府立のいわゆる保健所を統括する公衆衛生研究所っていう分業があったんですけど、これを二重行政といって、両方統合した上に同時行政法人化する、民営化しちゃったと。で、これが今の、もうほとんどの、未集計問題を。これは医師になってからですよね。医師になってからです。で、医師になってからは、まあ、2000年から保健所の統合は始まってるんですけど、これは厚労省の方針ですよね。で、医師もそれをずっと続けてきて、で、どんどん二重行政の解消という形で、それがさらに加速してきたっていう感じです、ね。結局これは、厚労省のやってる緊縮財政、財政の赤字を減らすっていうことと、維新がやっている、まあ、効率化っていうか、小さい政府みたいなね。そう。要するに、公的サービスをどんどん減らしていって、民営化すりゃ、世の中